私が元陸上自衛隊のちいちゃん、そしてこちらが相方のぴーちゃん、二人合わせて属下軍と予備自衛官です。どうも、属下軍と予備自衛官です、はい、やらさせていただきます。ありがとうございます。もうちょっとあの、声張ることが今できないんで、もうちょっとスルッと言っちゃいましたけれども、はい、ちっぴーちゃんズと小野寺さんです。予備自衛官の70周年記念中央訓練が終了いたしました。説明しよう。予備自衛官中央訓練とは、予備自衛官の魅力化施策の一環として知識及び技能の向上を図ることを目的とし、全国より各地方協力本部長の推薦を受けた予備自衛官たちが朝霞市ヶ谷駐屯地に招集される。災害対処訓練や陸幕長訓示などの訓練を受けることができるビッグすぎる訓練なのだ。今日はちょっとお疲れ様の意味も込めまして、うんうん、はい、こちらの招集訓練に行ってきました。プリントクッキーです、ね、プリントクッキー、はい、でこれ食べながらちょっと予備自訓練振り返ってみようじゃないかという、なるほど、ことで予備自訓練、そこ予備自衛官、なるほど、予備自法、予備自法、予備自系に訓練に招集した人が買うっていうお菓子。そうです、特定されてます、かなり限定されてます。新しく出たらしい、来ましょう、今回ふさわしい、はい、はい、これ即応予備自衛官、うん、で即予備自衛官を予備自衛官ですかね、うん、予備自衛官にかけたのか、カンパチ好きのお菓子、なるほど、ミルクキャラメルだそうです、はい、今日は小野寺さんと、はいはい、営内班でお菓子パーティーをしたいと思います。いただきます。予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補招集訓練に行ってきました。任務完遂。そしてこちらは予備自衛官制度創設70周年ということで、演習場に置いて帰ってもバレない迷彩柄の仕様となっております。はい、ミルクキャラメルだそうです。で、缶バッジもこちらがついてると。レディーリザーブね、私このレディーリザーブです。守る未来70年のその先、100周年へ向けて頑張るぞということですね。これが3種類あります。はい、カフェ多い、はい、カフェ多い、はい、4パターン、はい、こんな感じ、予備時、即時、よっしゃ、行こう、こちら行きましょう、カフェ多い、カフェ、カフェ、いただきます。ずっと食べたかったこれ。あ、うん、うん、美味しい、異常なく、うん、バタークッキーで、美味しいです、うん、今日お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした、ありがとうございました、うまい、うまい、うまい。うん、1日目実は神岡予備二等陸曹として災害派遣に行ってきた時の講話をさせていただきました。あの市ヶ谷の防衛省の中にあるすごい高度、防衛大臣とかがちょっと話をしたりするような、なんか漫才劇場みたいな日本語おかしくない？防衛大臣が話したりするような漫才劇場だと、はい、防衛大臣普段、はい、あの漫才してるみたいな。あ、そうですね、すみません、防衛大臣ごめんなさい、漫才してないです。音響スペースもあるし、 PA さんもちゃんとついてるし、床絨毯やし、大阪でいう漫才劇場ぐらい の、 あのキャパ入る、そこでそういう行動でちょっと講話をさせていただきました、うん、そこでやったこともない講話を20分間お笑いのステージじゃなくて講話なんです。確かに、あの、もちろん真面目なね、はい、真面目な講話でもちろん大事なのはあれだけど、多分あれでしょ、職業柄ちょっとリアクションを、はい、こう私の言ってること伝わってますかっていうのがちょっとこう、うんってなるんでしょう。なりました。だから私の話術が足りなくて、もしかしたらもうみんなを眠りに誘ってしまう。午後一夜だから、もうそれも心配で、あそこでしか公開していないようなお話を、ちょっと生々しい話とか、現場でしかちょっと体験できなかったようなことを、質疑応答なども含めて20分間させてもらいました。あとインタビューされました。え、新聞記者が10社ぐらい来て、あれ私をパシャパシャって撮りながらこうやってインタビュー受けてました、はい、で、その間もこれこれこれ情報かったよね。そうなんです、はい、普段はなぜそれを、なぜ恐れ頭にあるんですね、そう、みんなに無理やり飲み込ませて、そこを予備自衛官の体験談をちょっと、そうだね、あの、見てない方はあのね、記事とか、あ、ヤフーニュースにも載ってますので、チッピーちゃんの X とかの見れば、そうですね、あるから、ぜひぜひ、はい、見てください。
じゃあ2個目いこう。きましょう。よし、2個目。じゃあこれで、ね、中身一緒だから、代表で1個開けよう。取り出し、おい、取り出し。開封。あっ、デカバッチ。ちょっとこう肩につけたのが検証みたいな感じで、そしたらキャラメルでした。あ、キャラメル、久しぶりのキャラメル。いただきます。いただきます。うまいまい、うん、ミルクキャラメル、うん、普通にうまい、うん、これは興奮中に食べたいですね。そうだね、うん、総合訓練がありましたよ。災害派遣の想定なんですよ。東海家屋が仮想で用意されてるというか、用意されてるところに着陸して移動。指揮所解説から、うん、救護所へ解説、招待を編成し現場に向かう。なんか普段何されてるんですかって聞いたら、はい、普段看護師を病院でやってますとか。そうです、普段は医者ですと。院長みたいな、ガチンコのプロの人がさ、はい、ビジでさ、はい、災害あった時にもいるんだっていうのがすげえなのね、はい、しかもその予備時の訓練を見つめてるのが、陸上幕僚長、そう、あと師団長、師団再生任上級総長、舞台の検閲を超えてくる。あんなに上級幹部の方がいる、ね、訓練ないです。なんで最終日。最終日。富士総合火力演習に行ってまいりました。はい。はい、久々でした。何年ぶりかの。私も5年ぶりぐらい。はい。しかもスタンド席で。スタンド席でね。見させていただいて。うん、そうだった。最新の総合火力演習を見せてもらいました。うん、この70周年、どんだけすごいかちょっと思い知らされました。うん、訓練からもちょっとにあれ、これちょっといつもの訓練と違うぞっていうのは匂っていましたが、この会食で確信しました。円卓が、まあ、皆さん自衛隊の方分かると思うんですけど、うん、ホテルとかの会場で円卓をみんな囲んでそれぞれ席に座るじゃないですか、うん、送別会とかね、あそこの国旗の前にあるテーブルに私おったんですけれども、防衛大臣に座ってました。おかしい、おかしい。防衛大臣、どういうなら防衛大臣本物、ね、そして統合幕僚長で陸上幕僚長、星4つ。その円卓どうなってるの。私もなぜここにいるのかわからなかったです。見れない。あの面々の中にインコ、あのシュールさ。防衛大臣一番最後に入庁されてきたんですけど、うんうん、えこの席にみんなスーツだよ、制服と。はい。最後さ、インコの人。隣、ほぼ隣よ、ね。私と目合わずに、はい。ピーちゃんと目合ってました、まだ。こんなことないでしょ。はい。ドッキリかと思う。ドッキリ、はい。そしてその隣の陸上幕僚長は、うん、君は昨日もいたよねって。よかったね。逆に。はい。よかった。広報官何をふざけてやってるんだ。何取り直せでふざけて訓練参加してるんだ。お笑い芸人だったのみたいな。よかったね。はい。一回ワンクッション置いておいてよかった。120mm 迫撃砲 RT を一人で射撃準備完了まで、うん。それを防衛大臣に見ていただきました。やってたね。はい。それを、防衛大臣が見て、横で統合幕僚長を見て、はい、陸上幕僚長が、1メートルぐらいで見てるからね。はい、見てました。囲んで。囲んで。はい。真剣に。真剣に見ていただいて。とんでもなく面白かったよ。客観的に見て、その状況がね、はい、あその状況があったな。 SP ちょっと動きましたよね。そんなことないけど、そんなことないでしょ。もう危なくないでしょ。あ、もう危なくないここまで。本当ですか。こうは喋ってるから。ちょっと待って、 SP 何人かいましたけど、そりゃ叫んだらふってなる。確かにいろんな話ができましたね。あんな環境はマジでないので、はい、貴重でした。はい、ほんで、うん、あんなにエロい、エラ、あんなに、いや、あんなにエロ、ごめんなさい、あんなに偉い、おい、この振りリアルに役職の名前出して、おい、すいません、しかも女子だから、すいません、申し訳ございません、とんでもない汚名を着せようとしている。危ねえ。あんなに偉い人たち、私と対等に喋ってくれたのがすごく嬉しかったです、ね、はい、やっぱ70周年の力よ。そうですね、本当にお話できて嬉しかったです。ありがとうございます。うんと、バスもだって帰りのバスもさ、はい、ね、商法の方々が、はい、商法の方が3人ぐらいいました。後ろにトゥントゥントゥントゥ、陸商法の方も陸上自衛隊あるある、うん、大型トラックで手痛くなりがち、これ経験してるらしい、ね、防大卒からの若い頃に経験しているってね、はいはい、しておっしゃってましたね。ジープの隙間風が寒いとか言ってましたから。言ってましたね、はい、
仮眠を取る、はい、あの車の大型車両の下で仮眠を取るのもしたよって、ね、やってって地方の方もするんです ね, ねまさかあるあるを、はい、そして YouTube 見ていただいてる方が、ね、聞いて嬉しかったでございます。ありがとうございます。今ねこの予備自衛官法から予備自衛官になる方法もあるらしいんで、うんうん、そうだね、はい、民間から予備自衛法になって予備自衛官、なんなら即時まで行けるの。そうなんです、即時まで行けるんで、ぜひ中学訓練参加するためにもぜひね、うん、これそうだね受験してほしいです。価値あると思います、はいね、またありましたらね、はいはい、ぜひね参加させていただきたいなと思いました、はい、取材できてよかったです。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。あと最後にこれ、これ大阪駐屯地で売ってるらしいんで、はい、はい、予備自訓練行ったよということで、行ってなくても買えるみたいなんで、ぜひ買ってみていただきたいと思います。本日の A 内半 MM これにて終了。気をつけけれどれ、ありがとうございました。ありがとうございました。チッピーちゃんズの LINE スタンプ販売中。チャンネル登録よろしくね。よろしく。